シリーズでお伝えしている今年の課題。今週は北海道の主要産業、観光をめぐる課題を各地からお伝えしています。海外から多くのスキーヤーが訪れる富良野市のスキー場は、急激な円高や世界的な金融危機の影響が懸念されています。経済の逆風の中、海外スキーヤーをいかに呼び込むのか、新たな課題に地元が動き出しています。富良野市のスキー場です。ゲレンデには海外からのスキーヤーの姿もありますが、今シーズンは状況が違います。Very difficult this year. Last year, New Zealand dollar maybe 80 yen, 85, now 50 yen. So very expensive for accommodation and food, and more difficult this year. Try not to eat out too much, Seiko Mart, and also noodles, pot noodles, good for dinner, and try not to drink too much and eat too much. Yeah.スキー場を訪れる海外スキーヤーは、南半球のオーストラリアやニュージーランドからがほとんどです。海外スキーヤーの人気を集めてきた富良野は、急激な円高や世界的な金融危機で今スキーヤーの減少の危機に立たされています。景気や為替に左右されない観光地にしたい。観光協会で宣伝を担当しているジェームス・ミューターさんです。ミューターさんがオーストラリアなどに代わって新たに目をつけたのが、世界的にもスキー人口が多いヨーロッパです。北海道から遠く離れたヨーロッパへ、海外のメディアに富良野を積極的に入れ込みました。ニセコ対富良野、ニセコを超えろ。売り込みの成果で海外の情報誌には富良野をアピールする特集記事が掲載されました。ニセコ以外、一つの市場だけに頼ると、特に金融危機とかある時には大変なことになるので、やっぱり一つのマーケットだけじゃなくて、世界中いろんなところ、スキーヤーがいるところだったら そっちを狙いたいと思います、ね、こうしたアピールがヨーロッパのマスコミの関心を集め、富良野に取材も訪れるようになりました。その一人、イギリスの新聞社のジョン・シークレット記者が先月初めて富良野を訪れました。ウィンタースポーツを担当しているシークレット記者は、実際に滑って雪質を確かめました。I think it's probably been the best day we've had so far in Japan, actually. We've been to Nezuko, which was great. Great snow. ミューターさんがアピールするのはスキー場だけではありません。スキー場から車で30分、雪道の先にあるのは温泉です。北海道の地元の味を外国人でも気楽に楽しんでもらう飲食店も案内しました。鮭のサーモンのご飯のルー。Do you think? I think so. Yeah, I do. Absolutely. As I say, the quality of the snow is fantastic. So it's as good as anywhere I've been around the world. Facilities are great as well. People are friendly.やっぱり街もある、あとそのスキー以外のアクティビティもあるので、やっぱり その辺はそうですね、イギリス人にとっては魅力的な、ところですね。いろんな体験はできるということを海外に、PR したいと思います。地域のさまざまな魅力を海外に発信し、スキーヤーを呼び込もうという試み。経済の逆風の中、積極的な取り組みの成果が注目されます。ミューターさんの呼びかけで、富良野市のスキー場にはこれから来月にかけてスウェーデンやカナダなどのメディアも取材に訪れるということなんですね。またこれまでほとんど実績のなかったイギリスからは団体客の予約も入っているということで、取り組みの効果が少しずつ出てきた、ね、ということでしょうかね。今年の課題、明日は正念場に立たされているオホーツク海側の観光についてお伝えします。